ありがとうございます。感謝家の瀬戸恵子です。賢く生きるシリーズ、今日は44回目、評価は相手、お届けします。評価は相手、自分探しと成長のために今までたくさんの経験をしてきました。たくさんの世界を経験してきました。その中でホームレスから企業の会長まで幅広い階級の人たちと約7000人ほどお会いしてきましたが、お金持ちで幸せな人は誰一人もいませんでした。私が感じる部分ね。本当に幸せな人は心に余裕があり優しいものです。愛を知っている人は寛容ですから、怒ることもなく菩薩のような顔をされています。顔はもともと両親の遺伝によって作られたものですが、40歳も過ぎれば生き方が顔に現れるものです。お金持ちはお金を持っているがゆえ他人を信じることができず愛に飢えてます。そして自分に気がある人は、自分に気がある人には一瞬優しく取り繕ろうのですが、恐れの心が邪魔をして結局は愛から人を遠ざけてしまうのです。自信がない人は相手からの評価がとても気になります。ですから自分は金持ちだとか偉いとか才能があるとかいい人だと先に言ってきたりするのですが評価というものは本人がするのではなく第三者がするものです。そのように言ってくる人は大抵そうではないことが多いのでとても面白いです。出会って間もない頃の話はとても貴重であり、大抵自分が興味がある話題を人は話すようになっています。その内容により相手の趣味や物の考え方、捉え方がわかります。しかし相手が恋愛対象になっている場合は危険信号をキャッチすることができず、後で後悔することになったりします。アバタボエクボと言われますが、恋愛マジックにかかると自分の都合の良いことだけ自分の都合の良いように解釈するので本当のことが見えなくなります。こればっかりは何度経験しても正当評価することは難しい課題です。義務的な対応だけですと人生に潤いがなくなりますし、夢や希望、ロマンとも無縁になってしまいます。何よりも大切なことは本当の自分を自らが表現することです。なるほど。あ、救急車ね。皆さん、救急車がこれだけガンガン言ってるの気づいてますか？ね、気づかないのが一番問題だよね。はい、ということで、評価は第三者、本当にそうで、結局ね、詐欺師の人って、詐欺師は詐欺師の仲間といるじゃない、セミナーの先生とか多いんですよ。そうすると、あの人は例えば1000万だいたい抜く巻き上げようとしてるから、すれば僕は100万だからっていうことなのよ、ね、でもそうじゃない世界の人からすると同じでしょ。詐欺は詐欺でしょ、はい、ね。だから常識が違うのよ、そういう人たちとは。だからそういう世界には入ってる人は抜け出ること、評価は相手、あの人にも僕の方がいい人だよとかさ、別にあとは何でもそうだよね。評価は、評価を気にするから評価になるわけ。あとはほら、肩書きで自分のことを先生と呼べとかさ、あとは紹介してもらうけどこういうふうに言ってくださいとかさ、自分から言ってくる人もいるけど、そういう人は自信がないから、そういうなんていうの、肩書きがないとダメ、 A さんじゃダメなんですかって
A さんでいいじゃないですか。で、本当にすごい人は、言わないでくださいとかさ、言うもん。反対だもん。過大に評価されようとはしないもん。で、本当顔は、まあ40歳、45歳過ぎれば、だって、不安を恐れてる人は、こんな顔してる人は、疑う人とか。顔は作品ですから、もともとの、なんていうの、造形的なね、ものじゃないから、醸し出すあと雰囲気。ね、僕は1億円持ってますっていう詐欺師はさ、会った時にさ、やっぱり、は？と思うもんね。そういうな、品格とかそういうのないし。まあ結局嘘でしたけどね。でもそういう騙さ、いまだに騙されて、あの人詐欺ですよって言ってもさ、そんなことありませんとかさ。だからとことん、だから、行くしかないね。感性だから、生きるって感性だから。そういう意味では。だから騙される人っていうのは、自分を騙す要素があるから騙すから、相手をどうこう言うよりも自分が綺麗に生きることを考えるというところなの。全ては自分から。で、何度も言いますけど、恐れの上に何を積み上げてもダメなんです。それが大病院の会長だろうが何だろうが、恐れの上にいるから、全然だから、なんていうの、権力とかにしがみつくっていうか、言うわけよ。本当に評価って真っ裸になって、そこですって、何も持たずに真っ裸になってどうよっていうことだから、そういう意味では。で、大体はそうやって言ってるんだけど、まあ、恋愛マジックっていうのは、恋愛はね、マジックだから、マジックって何、こう磁石みたいな、そういうのがないとくっついていかないのよ。ね、若い人とかとあんまり会ってなければ、ああ運命な人だわーとかさ、ツインデーだわーとかさ。で、ツインデーもこの間なんか何年か前にツインデーみたいな人と会ったけど、ツインデーっていうのはね、本当にもうこの人とのパーフェクトのパートナーみたいな感じよ。まあ一つの霊、魂を割って、この2人がまあパーフェクトっていうような人なんだけど、でもそれでもね、パーフェクトかもしれないけど、努力しない男よりは、ツインデーじゃなくても努力する方の方が勝ちよ。勝ち負けで言えば。貴重ですよ。だ、そういうのもあんまりもうこだわらない。ツインデーだろうが何だろうが、もう自分がいいと思えばいいじゃないですか。地位名誉なんちゃらあっても、何が楽しいの。昔の人は、あの人うちがあるからっつって、ね、持ち家があるからと。いまだにだって男の子でうちはあるけど夢がいないなんていっぱいいるじゃないですか。いや、それでも幸せだったらいいんですって。ね、幸せじゃなく、なんかこう入り口は立派だけど、中入るとなんかもうゴミ屋敷みたいなねっていうようなところにいる。でもそれはさ、そのゴミ屋敷が自分の心を表してるわけだから、そこをきれいにしない限り無理でしょって。全部が自分なんですよ。で、事故をする、何をするって、それのきっかけで生き方を変えさすために起きてるの。もっと言えば、自分でシナリオを書いてきてる。ね、そういうふうに自覚を持って責任を持っていくとしたら、自分でそこを学ぶために、だ、そのハードルが高くなったわけじゃない。飛ぶように。ね、下半身不随になりました、なんとか不随になりましたって。でもそれを作ってるのは自分であるっていうことなの。で、そこを人のせいにしてたら進まないし、成長はしないし、治りませんって。いくらでも治ってるじゃん、奇跡。でも奇跡を、要は奇跡を起こすためには、そういう宇宙とか神とかの味方をつけないとダメなわけよ。もうこの人助けてあげて、直してあげてっていう推薦状を書かれるような人でなければ無理ですよ、ということなんですね。だから、そういうのも含めて評価は自分じゃなくて相手。あとでも自分の人生を評価するのは自分でいいんですよ。人がみんながいいって言っても、自分が良くないと思ったら良くないでいいんですよ。だから、アーティストの人とかそうだよね。みんながいいって言うけど、自分が納得しなかったら、それは良くないって、それはいいと思います。もっと言えば、だから評価とかはいらないんじゃないですか。だから、そういう世界にいるから、目立ちたいんですねとかさ。だから、そういう目立ちたいのじゃないでしょ。これだって、日本人みんなもう寝てる人たちを何とかしないとって思いだけでしょ。っていうか、日本人を残さないとっていうとこだけでしょ。日本がなくなったとしても、日本人の魂とか、ね、目覚めれない人たちの中で、たまたまはないから、偶然見て、へーって、
そこから紐解いていって覚醒して、覚醒ってことは、起きるってことね、それは目立ちたがりやよねとかさ、いろいろ言う人いるよ。でもそんなことは、じゃああなた何やってんですかってことじゃんね。だできる範囲ってあるわけ。今まではこれも書いてもう6年も前だけど、あの時に貧困貧困で言って、でもやっぱりさ、あのちっちゃい人数に配っててもしょうがないでしょ。で活動家みたいなのも2ヶ月ぐらいやったけど、やっぱりこうああとこう手段の人じゃないから、こっちじゃなくこっちですよとかさ言う方だなっていうところが分かったよね。でも必要だから、だから戦いが好きな人は戦いでいいのよ。で今まで見覚めてない人とバトルやって気づいてありがとうって言われて、ああよかったわっていう人もいれば、でどっちかっていうとバーッと広めて分かる人はどうぞって、依存されても困るし、だって依存じゃない、自立成長だから、自立して成長して自分でちゃんと立ってくださいねという人たちを一人でも多くきっかけ作りしかないから、っていうとこなんです。だから評価も全く気にしないしさ、アクセス数がなんちゃらって書いてくるけど、別にアクセス数のためにやってないからね、ちゃんと聞く耳ね、聞く耳を持つ人とか、なんかわかんないけど見ちゃうとかさ、だかそこに文句言う人なんで来んのって、あんたカルマってマイナスポイント増やすだけだからやめときなさいって言ってるのよ、ってことなんですよ。で助けていい人といけない人っているんで、あの病院と違って病院はね、なんて診察拒否はできない。でも門別の医者やるけどさ、もう僕は見ませんとかね、広域病院の精神科の先生とか平気で言うけど、医者はそういう医師ライセンスって持ってるからできないんですよ。誰でも来たら診察しなくちゃいけないんですよ。でも施術者、ヒーリングヒーラーとかは反対に治しちゃう、なんて助けていけない、いい人と悪い人っているから、一回はご縁だから来るけど、相手の出方次第でお断りしますから、分かりやすく言えば悪魔は助けれませんからっていうことなんですよ。でも悪魔っぽいのを持ってても悪魔の世界から、一歩踏み出したいの、新しい世界に行きたいのっていう人にはチャンスはあるっていうことなんです。だから何でもかんでも金でね、何とかしようと思う人はやらないし、でもそれでも受けてやる人いるけど、結局自分に体ダメージなんで、助けちゃいけないよ、助けるからさ、お金は入ってくるけど、その分ダメージもあれだよね。ある人によって神棚にお金をあげて、あの渡してからもらう人とかもいるよね。だったら受けなきゃいいじゃんって、チャンスは必要だけど、何でもそうなの、お客様は神様じゃないんですよ、ね、飲み屋さんとかでも店長はとかであるけど、あのもうどうしようもなくてすいませんって、お客さんね外に行ってさ、お帰りくださいって、俺は客だ金払ってんだから、だからそういう、じゃあもうそうしてお金もらってないんだけど、バイトの子に1万円渡して、はいくれてやるから帰れっつって、そういうことなんで、そういうこと言われたことないから結構やるんですよ。この間もね、門別になんちゃらって変な男が来てやったけど、そういうきっかけ、成長させる、気づかしてくれる相手がいなかった不幸な人なわけね。だからあの社長だ会長だっつっても倒産だ、あなんか病気だ、脳一血だ、最近聞いたのはなんか隠し金を愛人かなんかに通常のなんかを渡しといて、脳一血かなんかでそのお金結局どこ行っちゃったんだろうとかねだからまともに生きようよって。で上に立つ人はこれからの時代は見本となる人だから、成功者も本当の成功者になってください。あの成功者で病気もなく詐欺とか騙されたこともなく幸せで素晴らしいですねっていう人をなかなか見たことないですね。今のところちゃんと話してないから分かんないけど、音楽のシンセサイザーの北郎さんは、北郎さんを千人太鼓っていうね、名古屋で千人で叩く太鼓のお祭りイベントがあったんですよ。その前の日にシンポジウムがあるっていうので一番前に行ってどういう人かと思ってね見てた、もう入ってきた瞬間に、まあ北野さん自体が鬼瓦みたいなねポスターのイメージじゃないですか。で入ってきた瞬間菩薩でね、思わず疑ってごめんなさいって私頭下げましたもんね、それぐらいすごい人でした。その当時は15年前ぐらいかな。でもちゃんと話をしてないから分かりません、ただ
一緒にシンポジウム出てた人がなんかやっぱ詐欺師だったなっていうね、うん、でもとにかく評価を気にすることはない、好きなことをやって生きればいいじゃない、本当の自分で生きるためのきっかけがコロナだから、でそれに対してはだから貧乏だっていいじゃないって、貧乏、本当の貧乏は心の貧乏だからね、お金がいっぱいあったって心の貧乏じゃそれ貧乏人だからねっていうことなんですよ、そこに気づいてくださいねという思いだけでやってます。あと5か6かぐらいだからね、はい、ということで評価は相手お届けしました。